こんにちは、インストラクター山田です。本日は先日の対談の時に軽く、紹介したこのコンプレフロスっていう、バンドですね、ゴムの、これを使って、セルフケアやる方法を説明したいと思います。これまた実際私がちょっとやってる方法を今日は澤田君に、やってどうなるかちょっと見ていきたいと思います。で、まあ、筋肉のある場所大体どこでも巻けます。首以外は、首は巻いたら大変になっちゃうので、特にこの太ももなんかは巻きやすいかと思います。太ももを今日巻いていきますね。まず巻くときは人のって巻きづらいですねあんま人の巻かないこうかな。これでこっちの巻きやすいな。軽く一周仮巻きします。仮巻きします。はい、巻いたら、軽く巻いたら、こっからですね、このバンドが 1.5 倍ぐらい伸びる風に伸ばして巻いていきます。まあこれ大体適当で大丈夫です。やっていけばなんとなくわかります。で、巻くときはこうですね、半分重なる、こう、半分重なる、まあこれも大体適当で大丈夫です。半分重なるようにこう引っ張りながら、引っ張りながら巻いていく。どっか緩まないようこう引っ張りながら、引っ張りながら巻いていきます。半分重なるようにして、引っ張りながら引っ張りながら巻いていきます。こんな感じですね。ちょっと早めにやっちゃいますね。こう慣れてくるとパッパパッパすげえこれパッパパッ初めてやるとこれちょっと痛い感じの人もいます。慣れてくるとだんだん筋肉が楽になってきて大丈夫ですかこれ。大丈夫大丈夫全然平気平気OK。 じゃあとりあえず今日ここら辺までにしてきますね、はい。でこれ長いタイプと短いタイプがあって、これ長いタイプなので余りが出ちゃいます。普段はこういう場所にちょっと今やっちゃいましょうか。ちょっと適当に巻いちゃいますね。最後なんでこんな感じでもう適当でいいんでしまっちゃいます。しまったらまずここでマッサージします。一人でできるんですが今日私やりますね。こうグワン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 とですね、このなんか皮膚と筋膜、筋膜なんかわかんないですけど、なんか癒着してるような場所をこう面で剥がす、面で剥がしく、面で剥がしく、面で剥がしく、こうグワングワンいきます。グワングワン、はい、こうですね、こうですね、こうですね、はい。でこれこんぐらいやったら今度はじゃあストレッチしましょうか。じゃあ一回マットに降りて簡単にこうゆっくり伸ばしながらこうストレッチ、そうですね、ハムストリング伸ばすようなストレッチ、だいたい10秒ぐらいやったら、じゃあ今度こっち伸ばしてみましょうか。まあ伸ばし方は伸びし、立った状態でこれやってもいいし、こんなんでもいいし、はい、やりましたね、はい。そしたら今度、自分で動かしてみます。で、この時よくやるといいのがスクワット。その場で10回いきましょう。ちょっときついかもしれないですが、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 OK。 じゃあまた椅子座ってここからほどいていきます。で、今の工程っていうか巻き始めてから巻き終わるまでを2分以内で収めるといいらしいです。最初はタイマーとかなんか iPhone とかで測るといいかもしれないですね。まあ、自分はもう結構適当にやっちゃってます。そこは、はい、どうでしょう。一回じゃあ、そう、立って、うん、歩いて足踏みとかしてみて。あ、軽くなりますね、うん、スクワットしてみて。あ、こっち足だけ楽じゃないですか、はい、軽くて、ね、血流がね、ブワッと流れてるのが非常によくわかりますね。そうそうそう、銭湯でサウナと水風呂を繰り返した後はここで起きていくそう、リアルね、私は銭湯大好きで水風呂とか、ね、好きなんですけど、それと似たような感じで確かに非常にありますね。で、あとは最初に圧迫している状態でこう揉みほぐすというのもこう、まあ、通常こうランブルローラーとかね、そうマッサージ器具ってこう一方向じゃないですか。全方向からこう圧迫されているので、まあ、非常にこうその、ね、筋肉に対してよりダイレクトに、ね、ほぐされている感じというのが非常によく実感としてありました。ただやっぱりこう慣れないじゃない、ちょっと怖いんですよね、こう圧迫が強くてね。ただこれやっぱり何度かやってるから慣れるものなのかなと思いますので、今足全体すごい楽です。本当に本当にもうグワッと違いっていうのが分かります、ね。うん、練習後にやるのはもちろんいいし、練習前もなんだウォーミングアップ代わり的な感じで血流良くなるんで、なんかスパーリングの動きとか良くなったり、うん、体のなんか筋肉が柔らかくなってガードとか楽になったりするっていうのが実感としてありますね。
で今のはこの潜り巻く方法、これは一人やっても今みたいな感じで割と巻きやすいです。でちょっと手に巻く方法もやっていきますね。手が腕に巻く方法、腕に巻く時も片方の手が使えないので巻きづらいです。その時のコツはこれもなんか適当にここら辺挟みます。あれ忘れちゃったこうですかね。で、あ、逆回しの方がやりやすい。これどっちが回し合いするとか多分人によって違うと思うんで、一個こうアンカー作ったらそっから手首にグワンと巻きます。巻きます。そしたらもうアンカー離しちゃっていいですね。こうよく止まるので、あとはこんな感じで、こんな感じでここで一回止めてからこうテンションかけたまんま、止めてテンションかけたまんま巻いてく、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 巻いてく。これで前腕巻きました。そのまま上腕もいっちゃいましょうか。ノリで上腕まで巻いてく、巻いていく。これね、まあ一人やるのはこれぐらいが限界ですかね。こんな感じで、今と同じようにこうとにかく片手でもいいんで、揉んで揉んで揉んで、剥がして剥がして、ウィンターソルジャーしてる、剥がして剥がして、動かして動かして動かして、ストレッチとかも、まあこうですね、同じいろいろできます。はい、で最後剥がしてく、剥がしてく、あ、剥がしてく、剥がしてく、はい、こんな感じですね。これでだいぶ腕が軽くなりました。まああと素手で素肌でやるとこんな感じで跡とか残っちゃうんですけども、 1時間ぐらい消えるんで特に気にしないで大丈夫です。こうやってグリップとか強くしてるとここら辺凝ったりするんですけれども、これで、戻していくことができます。ただ一つ、まあ、デメリットというかあれがあるとすれば、ちょっと巻き戻すのが面倒くさいということですね。これ時間かかっちゃいます。これもなんか誰かと喋りながらとかあったり、うん、そうですね、別にね、家でテレビ見ながらとかでもね、はい、自分のこうなんか他にすることがありながらね、すると非常に、まあ機械で全部そうですけど、はい、非常にそうするといいかなと思いますね。ミスターホンプレフローソンの角田君一度もやっていただくの、はい、いいですね。角田さんぜひ今度お手本をお見せくださいあとやっぱこれいいのはすごいコンパクト、持ち運びめちゃめちゃ楽です、うん、で壊れない、すごい重感情です。もう1年以上使ってるんですけど全然へたれないですね。なんか海外とかに持っていくとかに、遠征とか持っていくとかにも持ってって、飛行機乗った後とか足とかめちゃめちゃむくんでるんですけども、これやると一発でこれむくみとか取れますね。そういう時にもすごいいいので、私はかなり気に入ってますね。面白いですね。僕ちゃんと巻いてもらったの初めてかもしれないです本当に。やっぱ効果あるなと改めて思いました。私は信じます。よかった。ちょっと値段、これいろんな種類があって、あ、これがなんかオールマイティ、色によってもどこでもいけるの。そう、ライムグリーン、これ指用ですね、この細さで、黄緑、青、紫、グレーだっけな、それで強度にあって、うん、一般的な筋肉のつき方の人はこの2種で十分らしいです。それより上はなんか力士とかプロレスラーとかラグビー選手とか、そういうすごい筋量の持ち主が使うやつらしいので、まあ我々だったらこれで十分ですね。でこれアマゾンとかではちょっと買えないですね。専門のこのホームプレフロスのホームページから買うか、あと格闘技専門店だと東京イサミさん、新宿にあるイサミさんで、販売をしています。今ちょっと売ってるかどうか、確認しないとわからないので、もし東京イサミさんに買われる方は一度問い合わせてみてください。はい、いかがですかね。はい、ありがとうございました。